こんにちは、グラススタジオバルト、バルト工房のホームページようこそ お越しくださいました、はい、でバルトでは吹きガラスとかトンボ玉とかそういう火を使ったガラスの体験をしてますけども、その他にちっちゃいお子様でも普通にできるようなアイテムとして絵付けをやっています。ガラスに絵を描く、そんなようなアイテムをやっております。例えばここにあるような風鈴、風鈴に絵を描く、風鈴に絵を描いて涼しげにお家で過ごしてもらうとか、そういった風鈴絵付けとか写真立てに絵を描いてそのまま額として飾っていただく写真立て絵付けとか、あとこういったですね、板ガラスに描いて時計のキットをつけて時計掛け時計としてずっとお子様の絵を飾っていただけるようなアイテムも用意しております。はい、こういったガラス絵付けについて今日は説明をしたいと思います。でみんな一応大体基本一緒ですので、今日は風鈴を題材にしてやり方の流れをざーっと説明しますので、ちょっと見てください。はい、で用意するのは大体、こんな感じです。はい、でこれはあの風鈴の大体売ってるのはもうプリントしてある風鈴が多いので無地の風鈴を用意します。何も書いてない、無地の風鈴ですね。これ時々100均なんかでもありますけども、たくさん用意するっていうのはなかなか難しいので、私はメーカーで100個単位で仕入れています。これ外しますとこういうふうにちゃんと割れないようになってますので、やるときにはまずこれの中の風管っていうやつを下ろします。これゴシゴシゴシってね、下ろす、これ風管下ろして、そうすると風管が下りてきますので、それでまあこれはねちょっと先に取っときますか。じゃあ下ろすので、はい、これを取っといて、はい、よし、はい、じゃあこれはもう横へ置いといて、はい、こういった無地の風鈴のもとですね、これに絵を描いていくということになりますが、はい、じゃあこれはもうとりあえずここに置いて、こう置いておくとねポロンと落として割ったりしますので、まあ、この箱の中に入れておくのは無難ですね。でまずこれに、絵を描く練習をします。もう決まってる人は随時間にやってもらってもいいんですけど、まずここで、練習してもらいますけど、今日は題材特に考えていないのでここにあるようなこれ、この、ひまわりの絵、これをまあ例えば私がいっぺんなぞっています、はい、で、まあ、練習としてはこういうふうにひまわり、もう下手ですけどね、でもこれだけがね、こう、はいはいはい、このような絵をお、はい、風鈴に描きますね。でまあ、一応大体下書きが決まったというところでマジックで、まず描いていきます。で局面急なので描きにくいと思いますけども、でこれも邪魔になってきますけど、ちょっとこういうふうに持ってもらって、でこの上の方に描きます。もう大胆にね、失敗した、これちょっと出すね、これよし、で細い方太い方ありますけど、まあ、なるべく太い方で描いた方がいいと思います。ほら、よいしょ、2個、はい、こんな感じでもう描きます。でもしね失敗したなとかどうしても嫌だなと思ったら、こういうふうにお手拭き絵がありますので、これでこうやって拭いてもらえばまたやり直しできますので、はい、ね、じゃあもう消えたのでもう一回簡単に描きますね。よいしょ、よし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 、ニコちゃんマーク、はい、な感じで下書きができたとしたら塗りますけども、はい、筆は何本か用意してありますので、水で手拭きのパレット代わりの段ボールに、はい、絵の具を用意します。では絵の具を、はい、いろいろ、まあ、赤、はい、赤とか、はい、茶色とか、あん
まりドバーッと出すと後で残って捨てることになるので必要な分だけ出してください。黄色、はい、はい、まあ大体こんな感じで、でここが肝心ですけども、色皆さん普通にちょっと水で溶いて薄めたりしますけども、これはもう必ずそのままの色を塗ります。はい、で普通この上に塗るんですけど、ガラスに描く場合は裏からやります。ガラス絵の特徴は裏からやる、裏からこう狙って、でこう塗りますね、こうやって裏から。だからちょっとやりにくいです、ちょっとやりにくいね。そこがまた面白いところなんですけども、こうやって塗っていきます。で時々こうやって見て、ああこう、ああちゃんと塗れてますね、はいはい。で、あのガラスでこう塗るので、こうやってこう塗ると筆の跡がずっと残りますことが多いので、置くような感じで塗ってください。こうやって置くような感じ、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 置くような感じに、ね、こうこうやって置くような感じ、多少はみ出てもね、多分ね面白いと思います。はい、こんな感じで置くような感じでやると、ほらほら、だいたい綺麗でしょ、かわいいでしょ。で上からマジックではっきりしてるので、はい、これで今度は黄色、黄色を塗るときに、はい、水でちゃんと洗ってはい、洗って、はい、布巾で拭いて、よく拭いて、今度はじゃあ黄色で葉っぱの方を、はい、葉っぱというか、はい、じゃあほんでね、ここへ、はい、ちょっとこうやって塗っていく、置くような感じでこういってみてください。はい、ほらほらほら、いい感じ、いい感じで、この顔のところの上にこれがかぶってもこちらには出ないので大丈夫ですよ。ですので大胆に顔の方に、乗っても大丈夫です。ただ色が混ざるのでやっぱり多少は気をつけてください。でこう大胆にこう塗っていって、はみ出ても大丈夫です。でちっちゃい、本当にもう1歳2歳の子もやったりしますと、そんな子がわーとかこうやっても大丈夫です。わーとかやっても、一緒にやってもわーとかやってもこう、まあそれはそれで面白いかなと、ほらほら。でまあこうやってやーっと塗ったりしても、はい、ほらほら、まあなんとなくこうね、お子様がこう楽しんだというような跡が残れば、うん。だからこれ1歳2歳の子からでもやったりしてますの でもう最後とかでやっても、こうその子のやった跡がこうやってずっと残っていくということで言うと、まあ楽しいかなと思います。はい、こうやって一応できたら、あとはもう5分10分置いとけば乾きますの で乾いたらですけども、まあ乾きにくい時はドライヤー等で、ザーッと乾かします。はい、そんな感じで、写真立てもまたこういう写真立ても大きなのもありますけど、こう書く写真立ての中見せますと、はい、こんな感じですね。はい、こんな感じに書いて表から見るとこんな感じにちゃんと見えます。裏はこういうふうに、なんかよくわかんないですけどね、これをちゃんと表から見ると顔が見えて、これをちゃんとこういうふうに、写真立てにセットすると、もう立派な額に入った作品になりますので、で紙に描いた作品、絵と違ってガラスに描いたやつは退化しませんので、このままずっと10年でも20年でも奥さんの絵をお家で飾っておくことができますので、はい、貴重な作品になるかと思います。またこういう掛け時計もね、こうやってね、奥さんが描いた絵がずっとお家の壁にかけて時を刻んでいくっていうのはとても素敵じゃありませんか。はい、こんな感じで、はい、バルトではこういった絵付けの体験を出張でもやっておりますし、工房に来ていただいたらもう一人二人でも大丈夫です。
はい、出張についてまた別のお案内もありますのでそちらをご覧ください。はい、それでは今日はまず絵付けを紹介しました。はい、ありがとうございます。